いやでもこれからこのスタメンがやっぱりね、開幕スタメンがものすごい気になるんですけど、守備とね、これどないになりますのこれね。大山さんはまあもう4番は確定よ、4番はね、順番は、はい、でポジションがどないに なりまんねんみたいなことですけど、佐藤さんとか開幕スタメン佐藤さんはありそうですか。ただ、ね、これね、外国人がこのスタメンに2枚入ってますよね、はい、今外国人はベンチ入り4人です、はい、この4人の内訳をピッチャー2人野手2人にするのか、うん、ピッチャー3人になる可能性もありますよね。そうか、抑えの入れなきゃいけないでしょ、はいはい、そうなってくると野手1人ということも考えられるわけですよ。そうですよね。そうなった時に大山佐藤のポジションはどこに決めた方が一番バランスがいいかというと、うん、私はサードだと思うんです。なるほど。佐藤のサードが一番バランスがいいのかなと思いますね。基本的に佐藤に言いたいのは、待つボールは真ん中やや外めのストレートを左中間方向にホームランするんだというボールをまず基本に待つわけです、はい、それでインコースに返ってくる変化球をライトに打つと、そういう待ち方をするとボールの見極め良くなりますし、広角に打てる、そういうポイントを作っていけると思いますね。いや簡単に、まあ影さんもやってこられたんでしょうけど、あんなシャッえこっちとかそんなできる、そんなすごいなプロ。左腕の押し込みですよね。左これがやっぱりすごく強い。普通右投げ左打ちっていうのは左腕の押し込みって弱いんですけど、彼は強い左腕の押し込みがありますから、甲子園の浜風を友達にできると思うんです。楽しい、これは楽しい、楽しみですね。さあ今回は佐藤輝明選手を歴代のレジェンドたちと比較しながら分析していきたいと思います。それではお願いします。非常に分析のしがいがありました。VTR 正幸です。一回どつかれろ。今日は怪物ルーキー佐藤輝明を徹底分析。掛布さんが厳選した野球界のレジェンド4人と佐藤を、大卒であればプロ1年目、高卒であればプロ5年目の成績で比較します。長打力、ミート力、スター性、勝負強さ、守備力、5つの項目を10段階で掛布が採点、その名も掛布チャートで怪物ルーキーの可能性に迫ります。まずは佐藤と同じ大卒ルーキー高橋由伸。全てのボールに対応する力ですね、対応力がありましたね。ミート力10、これでもそうですよね、敵ながら。それとやっぱ守る力がすごかった、守備力新人王争いがえげつなかった時、そういうことね。続いても佐藤と同じ大卒ルーキー鳥谷隆。まあ、鳥谷の場合はバッティングで評価する選手じゃありませんので、打つ、守る、走る、野球の総合的な評価をする選手ですから、そういう意味では素晴らしい選手ですよね。あと真面目ね。次は佐藤と高卒5年目の松井秀喜を比較。まず打席の中であの静けさが凄さに見えましたね。それとボールの見極めが素晴らしいバッターです。だからこれだけのホームランが打てたんだと思います。はい、そんなんもいるねんな。最後は松井と同じく高卒5年目の清原和博。まずパワーはすごいっていうことなんですけども、うん、そのパワーを小さなスイングでボールに伝える、スイングが大きくないんですよ、後ろがすごく小さいですよね、それで前が大きいでしょ、小さく大きくボールに力を伝えることができる。さあこの後掛布チャートで怪物ルーキー佐藤輝明の可能性に迫ります。気になる佐藤の点数は、なんと松井清原に並んで長打力が満点。この後スタジオで詳しく解説してもらいます。すごい、これは嬉しいですよね、はい、長打力はやっぱり10。あ、10ですね。松井清原と同じ、あ、もう同じレベルだと思います、はい、ただミート力がちょっと7っていうのはちょっと低いんですけど、うん、はいはい、これはインコースに対する対応ができてくれば、うん、もう9にも10にもなっていきますので、これはあと経験でぐっと伸びてきますから、うん、はい、限りなくバランスのいい五角形になる選手だと思います。ーミートが10になったらもうどえらい数字になっちゃう。三冠を取れる可能性ありますね。回しも早いですし ね、ヒットも。ただですね、はい、ホームランを
40本ぐらい打つためには、はい、これだけ強くスイングするだけではブレますから、うんうん、40本という数字クリアできない。もう少しバットを小さく振らなきゃいけない。小さく振るためにはバットを短く使うんです。バットの長さって一緒なんですけど、はい、腕の長さって変わりますよね、はい、この腕の長さを変えることによってバットを長くも短くも使えるんです。だから腕の長さを短くしてバットを短く使えるようになれば40本という数字は見えてくると思います。いや腕の長これです。はい、竹内さん以来ですね、日本人の40本は、ね、そういうことなんですよ。金本さんとこれ可能性は大だと思います。数字的にはあの、ね、大卒の高橋由伸さんぐらいの成績はもう行くんじゃないでしょうかね。打率は多分280、ホームランは20本クリアすると思います。20本いく、いきますね。即戦甲子園で20本打てたら、はい、もう大したもんですね。1年目から可能性はもう大いにあると思います。はい、見せるタイプではないでしょう、吉野さん。高橋吉野君の方が対応型ですね。で長打力というよりも中距離ヒッターですよね、うん、どちらかというと僕みたいなタイプだと思います。本当の長距離バッターではないと思います。佐藤さんは長距離バッター。僕のこの点数ちょっと自分でつけたんですけど、自分でちょっと恥ずかしいですけど、いやいやいや、まあ、こんなもんだと思います。自分で。そうですか。長打力8ぐらいでしょうね。そんなに僕はホームランを狙って打てるバッターじゃありませんでした。メジャーリーガーの中でも有名になってたんでしょ。いや、まあまあ一応めちゃくちゃ飛ばす日本人がいるって。武雄さんは、ただ僕にこだわったのはこの守る力なんですよ、うんうん、打てるサードよりも守れるサードになりたかったんですね。これはなぜかというと、ゲームセットの27個目のアウトを取るときにグラウンドにいたいんです、うん、これがレギュラーじゃないですか。なるほど。だから佐藤にも打てる野手じゃなくて守れる野手で27個目のアウトを取るときにグラウンドにいる選手になってもらいたいんですよ。それが真のレギュラーです。なるほど、はい、佐藤さん守備力9あるから、これはもうサードであれば僕9ぐらいの守備力あると思う。サードなら、はい、僕はもう最後まで開幕まで佐藤のサードってのを押しますので。なるほど。だってこれで言うともう掛布さんにもう勝っちゃうぐらいの数字ですよ。いやもう僕なんかもう全然問題しないぐらい。いやでもその当時の掛布さんの数字だって3割30日本100打点でもう無理やろ。無理やろって言ったら佐藤さん怒られてるから。なかなか3割30本100って。でもね、今の守る姿見ても、うん、あの逆シングルなんかの左腕のグローブの腕の柔らかさなんてのは大したもんです。そうですか。で、左バッターっていうのは腰をこうやって切りますから、はい、三塁線のボール強いんですよ。おー、そうなんですね。そういう利点があるんですよ。なおさらサードがいいですね、じゃあ。と思います。左打ちのサード。じゃあ佐藤さんはやっぱり掛布さんみたいなタイプを目指すべきですか？と思いますね。ですから3つのタイトルを狙えるような選手になってもらいたい、はい、十分可能性ある。あります。あのでも僕は佐藤さんね、あの、まあ、スター性10ですけど、掛布さんあれスター性クエスチョンですけど、これはもうね、いやいや11じゃないですか。これはもう自分で言えるもんじゃないんだよ。5ぐらいにしといてください。いやいや、もう計り知れないですね。いやいや、ありがとうございます。